こんにちは、じゅんちゃんです。本日はですね、またどうしても皆さんに早くお伝えしたいことがあって、なのでちょっとまたちょっとね、録画にはなるんですけれども、ちょっと動画配信させていただきます。で、今日何を皆さんにお伝えしたかったかっていうと、できれば4月中にはちょっとこれっていうのをやってみてほしいんですっていうお話です。で、まあでも4月中とかにも限らず、とっても大切なお話なので、ご自身がねピンときたタイミングがあった時にはぜひね、それにはトライしてみてほしいなっていうものなんですけれども、まずじゃあそれって一体何っていうところからお話しさせていただきたいんですけど、実はそれ2つあって、まず1つ目っていうのが、自分の心の奥深くにある愛してほしい、そして分かってほしい、そして助けてほしい、このような3つのね、この感情のうちのどれかに気づくタイミングがあったら、それを素直に人に伝えてみる、もしくはそれを紙に書き出してみるっていうことをやってみてほしいっていうところが1点と、2つ目っていうのがちょっと不思議なお話なんですけれども、369という弥勒というね、369という数字を自分自身で書いて、その紙っていうものを自分の身近に置いておいてほしいっていうお話です。で、まあなんていうか、このお話をね今聞いただけでもはっていう感じだと思うんですよ。何を言っとんだこいつはみたいな感じだと思うんで、まずなんで4月中にそれをやってみてほしいかっていうところからお話をさせていただきたいんですけど、まあこれは以前の動画でもねお話しさせていただいたと思うんですけど、実は4月って意外と自分の心であったり体のバランスを崩しやすい時期なんだって言われているよっていうお話させていただきましたよね。これっていうのは、まあ心理学の世界でよくね言われることなんですけれども、新たなその環境っていうところに身を置くタイミングっていうのが結構4月だったりとかするので、なので例えば新しい学校に入学をしたりだとか、新しい職場に就職をしたりだとか、なんだ職場自体は変わらないんだけれども、新しいねこうプロジェクトに動き始めたりだとか、そういったことが起きて、その環境の変化っていうものがあったりだとか、自分自身はそういう環境の変化っていうものはないんだけれども、ご家族のどなたかがそのような状態にあり、そしてそのなんていうか、新しいそのリズムっていうものがその家庭の中にもこう刻まれ始めるというか、そういったことが起きていたりだとか、別にそういったこと自体が起きていなくっても、季節の変わり目だったりとかもするので、結構その4月とか5月とかは特に寒暖差がものすごい激しいから、体がちょっとついていかなくなりやすい時期だとかも言われたりするんですよね。なのでそういったこととかがあるからこそ、自分自身が本当知らないうちになんですけど、知らず知らずのうちに何て言うかな、自分の体っていうものだったり心っていうものがちょっと緊張状態に置かれるその時間が長くなってしまって、気づいたら結構疲れてて、ちょっと気持ちがうつうつとしてきやすいみたいな、そういった感じになるのが、そのなんだ5月病とかって言われたりとかするわけじゃないですか。ちょっとうつうつとする感じっていうのが今の時期は実は起きやすいっていうのもあるので、今日のこのお話だったんですけど、まずね、一つ目のちょっと自分がこうちょっと体だったりだとか心のバランスを崩しているかなっていう、そういう時にこそちょっと本当これはやってみてほしいんですけど、人ってそういう時ほど自分の本音を隠していきたくなるものなんですね。これは心理学のお話です。自分自身が意外と疲れてるなって思ってる時ほど、そう見せないようにして生きちゃうのが人間って言われるんですよ。で、意外と疲れてるなとか、あとは自分自身が疲れてるっていうことに気づいてないで、ちょっとカッカカッカしやすくなってたりだとか、何かこうちょっと気持ちがどんよりしちゃうみたいなことが起きているみたいな、そういったことがある時って、実はその表層部分の感情っていうものの奥深くには、愛してほしい、もしくは分かってほしい、もしくは助けてほしい、この感情のどれかが隠れているって言われているんです。この表
言っていうものとはちょっと差異があるものである場合もあるかなとは思うんですけど、なんか例えば認めてほしいみたいなものであったりだとか、もう何かあのこうなんていうかな、あの違う表現の言葉になることもあるかなとは思うんですけど、でもあの大元この3つ、愛してほしい、分かってほしい、助けてほしい、うん、この3つっていうものを何か自分の中で深層心理では感じていて、これっていうものを表に出すっていうことをしないから、より一層体のそのなんだこわばりっていうものが取れないでいる、ずっと緊張状態にある、ストレス型になってしまうっていう状態に置かれるって言われたりするんですよ、うん、なのであの自分自身がちょっと自分が疲れてるのかなっていう時に、やっぱりちゃんと自分の深層心理、あの心の奥深くにある声っていうものもちゃんとあの耳を傾けてあげてほしいので、あのその時になんていうかな、自分自身が実は誰かに分かってほしいって思ってるとか、あとはもっともっと自分自身を認めてほしい、愛してほしいって思ってるとか、ちょっと今実は助けてもらえると助かるんだけどなって、お仕事とかであのなんだ私全然大丈夫だよって言ってるけど、でも実はちょっと助けてもらったら嬉しいと思ってるな本当はみたいなっていう、そういう感情があるっていうことをまずはちゃんと見つけに行ってあげて、そしてそれに気づいたらそれをなるべく吐露するっていうところまでやってみてほしいんですね。あのなんていうか、この吐露するっていうのはものすごくなんていうのかな、自分のこわばりを取るためにすっごく大切なことで、なんか大人になるごとに、人ってやっぱり年を重ねるごとに本音でこう接するってやっちゃいけないのかなと思って、そこをひた隠してあのなんていうか大人の自分としてこう生きるみたいなことやってる時ってあるじゃないですか、うん、だから例えばじゃあ新しいじゃあその職場に行って、実は誰かに助けてほしいって思ってるんだけど、いやでもあの何々さんこれやってって言われたら分かりましたって言って、ただただ元気に私これ頑張ってやりますっていう感じで、そのなんていうかな、これやりますってやって、そう取り組んでるんだけど、意外とちょっとやってみたら誰か助けてくださいみたいな感じになるみたいなこととかもあったりとかするのに、でもそういう時ほど隠してその本音っていうものを隠して、助けてほしいっていうその本音を隠して、もう私全然大丈夫なんだよって頑張りますみたいな感じでやるみたいなっていうことをやってると、その数ヶ月後とかにもうすごい疲れたみたいな感じになって、もう本当にやだもう本当にやだみたいな感じで、もうそのなんか仕事も続かなくなっちゃうみたいなことがあったりとかするわけじゃないですか、うん、そういうパターンに入りやすいのが本音を隠して生きるっていうものだったりするんですね、うん、なのでそのまず感情があるかないかっていうのをしっかりと自分で探すというか、それに気づこうという姿勢で見てあげて、それがあった時にはまずそれをできるのであれば周りにいらっしゃる方に吐露をする、相談をするとか、私はこういう思いでいるっていうことをちょっと言ってみるっていうところまでやってみてください、うん、ただ状況としてそれをどなたかに言うっていうことが難しいっていう方もいらっしゃるかなって思うので、そういった時にはあのただただその思いっていうものを紙に書き出すっていうところをやってみてほしいんです、うん、あのその紙に書き出すっていうことをやってると、もうねただただすっきりするので結構びっくりしますよ。あ、自分はこんなことを思ってたんだっていうことがいろいろ出てきてくれるんで、なのでそうするとそれをただただ出せただけでもかなり自分の体がほぐれていく感じがあったりとかしながら、そのほぐれた結果として、あ、だったらこの時にはこういうふうにした方がいいかなっていう、その対応策みたいなものがひらめきみたいなもので入ってきたりだとか、本当に直感っていうもので、あ、じゃあここはこうしてみようっていうようなものが出てきてくれて、そしてそのように動いてみたら実際めっちゃいい感じになっちゃったなみたいなことも起きたりとかするので、うん、なのでもしもそれを人に吐露をするっていうことができなそうであれば、まず紙に書き出すっていうところはぜひやってみてください。うん、そしてあのなんだ、その人に吐露をするっていう時に、あのなんだ、そんな本音でねそれを言ってしまって、相手の方に対してこうなんていうかな、まあ、失礼になるんじゃないのかとか、それを言って重くなっちゃうんじゃないか、お相手の方が重くなっちゃうんじゃないかって思っちゃう方もいらっしゃるかなって思うんですけど、ご本人がそう思ってるとそう思っちゃうんですけど、やっぱり思考は現実化しちゃうんで、自分がそう思ってるとそうなっちゃうんですけど、でもそうじゃなくって、基本的にはね、自分自身が本音でお話をするっていうことをしたら、絶対的にお相手の方は喜んでくれるはずなんです。喜んでくれるのはどういうことかっていうと、本音でお話ししているこの振動っていうのはとっても不思議なんですけど、人ってそれ伝わっちゃうんですよ。あ、この人本音で喋
としてくれてるんだなって、うん、でそれをキャッチした相手っていうのは私を信頼してくれてるんだなっていうふうに基本的には捉えていきます。うん、これは本当に不思議な話なんですけどね、なぜかわからないけれど本当の言葉、本当の心の声っていうものって相手に届いちゃうんです。うん、なんか繕った言葉っていうのかな、そういったものってなんか響かないなみたいなやつってあるじゃないですか。なんか言ってる意味は分かんなくはないんだがでもなんか伝わんねえなみたいなやつとかっていうのって大体の場合そのお相手の方が本音で喋ろうとしていない、うん、なんかその表層部分のいい格好した言葉だったりだとかなんとなくの情報を伝えてくれてるみたいな状態になってる時ってあの心に響くっていうことって基本的にはないんですけど、自分がちゃんと心を震わせながらあのその本音っていうのは心の声っていうものを相手に届けようとした時にはその振動その心の震えっていうものは相手にも届いてしまって相手もそれをちゃんと受け止めようとしてくれます。相手の心も震えちゃうんですね。うん、なのでその方っていうのが一生懸命話そうとしてくれてるんだな、私のことを信頼してくれてこうやって言ってくれるんだなっていうような解釈の仕方を基本的にはしてくださるので、そうなるとその方との絆っていうものもより深くなって人間関係っていうものも良好になりながら素晴らしい展開がその後に作られるって言われたりもするんでね。なのであの本音で喋るって結構勇気がいったりとかすると思うんですけど、でもそのなんていうかな、勇気を持ってお話しした先に必ず素晴らしい世界っていうものが広がっていきます。自分自身がモヤモヤとしながらずっとそこにいるっていう状態を選ぶのではなくって、自分の本音に気づいてあげたら、あこの人に分かってほしいって思ってるんだなとか、あこの人に愛してほしいって思ってるんだなとか、あのこの人に助けてほしいって思ってるんだなっていうことに気づいたら、対象の方にその対象となる方にまずそれをお伝えするんでもいいし、突然その方に言うのがあまりにも勇気がいるのであれば違う方にそれをお話しするっていうところをしたりとかしながら、ちょっとずつ自分の本音を人に出していくっていうことをすると、ちょっと本当に周りの人たちもその振動にちゃんと気づいてくれてキャッチしてくれて素晴らしい絆が生まれながら一緒にね、あのなんていうか素晴らしい展開を作っていけますんで、うん、ちょっと勇気はいるかもしれないけど初めは、でもそのやっぱり愛してほしい、分かってほしい、助けてほしい、この感情っていうもの、この3つっていうものに気づいたら、それっていうものを相手に伝えてみるっていうところはちょっとやってみてください。それをやるだけでもかなり自分自身の体がほぐれていきます。うん、そうするとあのなんていうのかな、ちょっとうつうつとしたその状態っていうところから全く違うルートに乗って、あのかなりすっきりとしたなんかいい感じだな、なんか私いい感じだなみたいな感じのそういう過ごし方ができるようになりますんでね、ぜひぜひそこは押さえておいてください。で2つ目のポイントっていうのが、これがちょっと本当に皆さんに言ったらちょっとこいつマジで何言ってんだって言われそうだから、なんか言うのを実はずっと躊躇してたんですけど、いやでもいやこれはもしかしたらどなたかがね必要な人がいるかもしれないなって、この情報が必要な人がもしかしていらっしゃるかもしれないって思ったんで、もうえ言ってしまえと思って、それでちょっと皆さんにはシェアしておきたいんですけど、あの369というねこの数字っていうもの、36というこの数字っていうものをあの自分自身で書いて、あのその紙っていうものを、まあ、自分の目につくところに貼っておいてもいいかなって思いますし、あの自分であのこうなんだろう、カバンとか財布に入れて持ち歩くとかそんな感じにしていただいてもいいかなって思うんですけど、あのぜひできそうな方はその369というねこの数字を身近に置いてみるっていうところもやってみてほしいんです。うん、でなんでじゃあそれをやってほしいかっていうと、実はこの369というこのなんていうか数字って調和とかね、あの自分の中にある不協和音っていうものを取るっていうような、そういう数玉ともされるわけですよね。うん、まあでもまあ369の法則多分皆さん知ってると思うんで、まあ、369っていうのがどれだけすごいものかって知ってると思うんでね、まあ、私が説明する必要はないのかなとは思うんですけど、あの9っていうものがその宇宙とか根源っていうものを示すものであって、3と6っていうのが男と女とか陰と陽っていうものを示すって言われるものであって、その369っていうこの数字っていうものをあの自分自身が気にかけながら生きるっていうことをすると、本当にその宇宙のそのまあパワーをこうそういうエネルギーっていうものを自分自身がこう受け取りやすくなったりだとか、うん、あの素晴らしいそのなんていうかな、この展開っていうものを見やすくなったり、とにかく自分自身のその調和っていうもの、自分の中
にあるその調和っていうものをしっかりとこう感じられながら、あのこう先々生きていけるみたいな感じで言われたりとかするわけじゃないですか。うん、なので私はあの初めこの369のこのなんて紙に書いて持ち歩くといいよっていうのはすっごくあのなんていうかな、私自身がお世話になっている、まあ、本当に大きな会社のなんだ社長さん、そこの代表の方が、あのたまたま私がちょっとその会社のその経営ってものに対して行き詰まりというか、どういう方向性で行こうかなっていうところで迷っているという時に、ちょっといろいろと頭がこうぐちゃぐちゃとしちゃったというか、ああしたらいいのかな、こうしたらいいのかな、ああみたいな感じで、もうなんかわかんないみたいな感じになっちゃったっていうタイミングがあって、でその時にあのすごい尊敬しているそのね、そのなんだ代表の方が、純ちゃんちょっとこれ面白いからやってみなって言われて、その369でただ書いて、自分のそのパソコンとか目につくところにペッてこうね、あのなんだ紙とか貼っとくだけでもいいから、これやるだけでなんかちょっとね、自分がすごいスッキリする感じとか、なんか不思議なこと起きるよって教えてくださったんですよ。うん、でまあ、その話聞いた時にずいぶん怪しいなと思ったんですけど失礼ですよねでもなんかそんなことあるかねとかって思っちゃったんですけど、正直、まあ、でもやっぱりこのね、あの地球っていうところにあるもの全てに振動っていうものがあり、そしてそれらが示すものっていうものがあるわけなんで、なのでやっぱり数字っていうもの、その数玉っていうものにもやっぱりその振動意味っていうものがあるわけじゃないですか。うん、そうだし、だから、あ、そうだよなって、あ、まあ、あとはやっぱりあのニコラ・テスラのね、あのそのなんだ、その369の法則っていうのは以前から私も知ってたんで、まあ、やっぱり世の中でうまくいく人たちはそこの数字っていうものを気にしながら生きてるっていうことは私は知ってたから、あ、やっぱりあなたもそうですかっていう感じも若干あって、あ、そっかそっかと思って、それでは私自身もそのこなんだ数字っていうものはあのなパソコンの、あのなんだあのそう目に見えるところに貼ったりとかするっていうのは実は以前からずっとやってたんです。私としてはその数字を自分の身近に置いてからの方が自分自身が変にブレなくもなったし、なんかおかしな思考みたいなものにとらわれづらくもなったし、そして自分をすぐ立て直すみたいなことは本当に起きやすくなったのかなっていう感覚はあるんです。うん、なので、まあ、ちょっとねこういう4月とか5月とか、まあ、それこそ5月病みたいなものがあるって言われるようなこういう時期だからこそ、そういう自分の中にある不協和音を取るみたいな、なんかそれのその一つのなんかこうなんていうか手段として、もしなんか、なんか面白そうって思った方は、あの369っていうこの数字を身近に置いてあげるっていうところもやってもらうといいかもしれません。うん、というわけで、あの本日ね、皆さんにあのお伝えしたかったお話っていうのは、できれば4月中にはこれをやってみてっていうお話でした。その一つ目っていうのが、なるべく自分自身の深層心理にある愛してほしいとか分かってほしい、そして助けてほしいっていうような、そういう言葉っていうものを見つけたら、うん、まあ、あとはまあそれを探しに行ってあげるんでもいいと思うんですよね。それっていうものを今自分が感じてるんだなっていうことに気づいた時には、それを正直に、まあ、ちょっと勇気は必要かもしれないけれど、それっていうのを人に吐露してみるっていうことをやってみてくださいっていうお話でした。うん、まあ、でも状況としてね、それが難しいっていう方もいらっしゃるかもしれないので、そういった時には人に言うのがちょっと難しいっていうタイミングがある時には、まずは紙に書き出すっていうところはやっていただきたいっていうところと、あと本当不思議なお話ではあるんですけれども、ちょっと自分自身のバランスが崩れちゃってるのかなっていう思うタイミングがあったりだとか、あとそれっていうものにならないでほしいな、あんまり自分自身のその心身のバランスを崩したくないなって思いがあったりとかする中で、あ、面白そうだなって思った方はやってみてほしいっていうお話なんですけど、369というね、その数字っていうものを身近に置いてあげるっていうこともやってみてくださいっていうお話でした。うん、でも本当にね、なんていうか、皆さんのここからっていうのは、ここからの人生っていうのは本当に素晴らしいものでしかないわけですよ。うん、もうそれはもう絶対なわけじゃないですか。なんていうか、絶対なわけですよね。もうそんなのなんて言ったらいいか、もう以前の動画からずっと言ってますけどもうなんか私のね、動画のタイトルとか基本的には奇跡が起きるとか、人生がすごいこうやって変わっていくよみたいな、そういうタイトル付けとかさせていただいているんですけど、あえてそういう言葉っていうものをちゃんとキャッチできてるという時点で、そのルートに確実に皆さんは乗ってるわけなんで、なのでここからの展開をね、ただただ楽しみに過ごされてほしいなって思うんですけど、ただやっぱりこういう季節の変わり目だったり環境の変化みたいなものによって、ちょっと自分の体だったり心のね、バランスが崩れちゃうみたいなことが
あったりとかするわけじゃないですか、そのタイミングで。でそういった時にはこういうふうな、あのなんていうか対処法だけ知っておいていただけたらなっていう思いがあったんで、今日はねこのようなお話をさせていただきました。うん、で最後になんですが、あのなんだ次の動画はですね、水星の音源を出そうと思っています。うん、で今回もいやマジですごいものができちゃったなっていう印象で、なんか今まで出してきた音源一個一個もやっぱりすごいんですけど、でそして確実にあの効果があるっていうところにあるように私たちも本気で、あのなんていうか作ってるんで、なので本当に今までのものもあの相変わらずね、あのお好きなタイミングで聞いていただけたらなって思ってるんですけど、次の彗星もすげえです正直そう、でもなんか前回の海王星の時みたいにちょっとすごいものができちゃったんで出すか迷ってますって聞くのももう野暮なのかなと思って、ちょっと私としてはまたすごいのができちゃったと思ってて、ちょっともしかしたらちょっとエネルギーあたりみたいな感じのが起きちゃうかともしかしているのかなと思ったんですけど、いやでもその分だけ効果は確実に見れるはずだから、次のね水星の音源も楽しみにしててください。あのなんていうか細かなことっていうのはあのその音源動画 の概要欄とかにもちゃんと書いておきますので、ぜひね楽しみにあのその水星の音源もね聞いてみていただけたらと思います。うん、じゃあまあそんな感じであの本日のね配信は以上となるんですけれども、あのまあ次の水星のなんだ音源を出した時はもうマジでもう絶対ライブ配信しようと思ってるんで、あのまたねそのタイミングでお会いできそうな方はお会いできたら嬉しいです。うん、という感じであの本日は以上となります。本日もありがとうございましたじゃあ、 あのなんていうか本当にね自分の本音っていうものにあの目を向けてあげながら、あのそれがトロできる時にはちゃんとねトロしてあげてください。そして魅力369も身近に置けそうな方は置いてあげてください。ではでは、ありがとうございました。